はいどうも、おはこんばまさひろです。今回ですね、石見てください、74個止めてます、イエーイ。ということでね、早速130連目ガシャ春神君を奪いに行きたいと思います。いやーもうマジでいいよ、マジで出てほしい。いい加減ね、そろそろここで出てほしい。もうほんと石貯めたい。今ね、何だったっけ、大略戦やってるんで、大戦略戦か。大戦略戦でしたっけ。まあやってるんですけども、さっきも2000人称か1000人称だった。これ、ね、楽しいわ。むずいけど楽しい。はい、ということでもういいや。何も説明なしにやっていこうか。その動画も短く、長く撮れないんで。で、ね、この、なんか、闇が深すぎて、なんかこれのガシャだけ、回数が伸びてるというね。みんな、蜜の不幸、不幸は蜜の味ってやつね。ん？不幸は蜜の味。合ってますよね。俺が当てんのをいいことにみんな喜んで動画見てますけども。まあ、それはそれであり。早速やっていきますか。他の動画を見てほしいけどね。じゃあ行こう。もう。頼む。来いよ。頼むよ。お願い。ほい。頼む、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 わはははは。これ、またやん。毎回この、あれ見てない。わ、もったいねえ、50個。もう一回戻らんかな。いけ！くっそ。きしょいなぁ。もう嫌や。もうそろそろ心折れそうやな。やばくない？これ何連したら出るの？マジで。130よ。石何個使っとうと思ったの？500個以上使っとるやん。この、たかが春神くん一人のために。やばいって。だってこれやったらね、陽炭は2、3周した方がいいよねって話だよね。それはないけど。いやー、マジかー。もう、嫌やー。しかも星4ばっかやん。あ、無縁室やったけんな。やば。このガシャマジで闇やばい。やべえぞ、マジで。うわ、ビビる。終わっとんな、マジで。星4しか出らんもん。クソガシャじゃん。クソやな、マジで。はい、クソ運営。はい、あれしゃ。腹立つわ。めちゃくちゃ腹立つ。明日ね、リミテッドやっていきます。あと、多分ね、チケットが10枚集まるんで、これね、もううざいからリーボク取りたい。腹立つわ。腹立つわとか言ったけんね、コメントで荒れちゃうから。やめよう。今のは訂正します。まあもちろん動画にはしますけども。ということで、残念ながら130連目してもゲットならずということでね。残念した。で、また次の動画でね、お会いしましょう。140、150と。5月の30日まで引けるんで、この春神君に関しては、まあ、5月の30日までやります。あと、まあ、2万円分ぐらい課金して、165、160、310個で、何年できる？ 60 年できるんで、多分それが、最後かなって感じ。それで出らんかったらもう諦めます。ということでね、また、5月も始まったということで、そのストーリーモードもね、いろいろ、進歩してますので、そちらでも遊んでください。ではまたね、バイバイ。